こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新しく来たですね、MR の紫式部ですね、真面目に性能解説やっていこうかなと思います。まあ、はっきり言ってですね、かなり強力なキャラクターかなというふうに思っていて、まあ、超高火力なキャラクターかなというふうに思っています。それではですね、見ていきますか。まず、奥義なんですけど、紫式部清少納言と、新しいMRキャラクターで HP4%、防御力レベル ×20。で、下の奥義は比較的、開きやすいんですけど、病的独占欲。なかなかちょっと、際どいワードを使われてますけど、まあ、紫式部、モルドレッド、北条政子で攻撃力 2%、状態無視 2% つくと。まあ、これはいい奥義かなというふうに思いますね。まあ、皆さんが開きやすい奥義かなと思います。それではですね、このキャラクターもパッシブさんがですね、非常に強力なものになっておりますので、パッシブさん、スキル1、スキル2、パッシブ、最後にまとめをやっていこうと思います。ちょっと私今、舌がですね、非常に痛くて、かなりですね、喋りにくいんですけど、頑張っていきます。パッシブさんになるんですけど、まあ、火力が非常に強力なものになっていますね。出陣時4ターンの間自身が混脱状態になり HP90 が 20%× 混脱の残り単数増加、攻撃力が 30%× 混脱の残り単数増加するようなものになっています。まあ、これらはですね、まあ、混脱っていうのは敵味方のですね人数がまあ減るごとにですね、一旦延長されるっていう風な効果を持っていて最大ですね10ターンまで、混脱の単数っていうのは伸ばすことができます。まあ、なので HP 吸収であれば 200% 増加しますし、攻撃力であれば 300%、まあ、要するに4倍までですね、このキャラクター自身の自己強化によって攻撃力を伸ばしていくことができるっていう風なものになります。まあ、なかなかですね、10ターンまで行くことっていうのは少ないと思うんですけど、敵味方の人数がですね、まあ合計です。12名 ×2 の24名いて、このキャラクター以外ってなると23名いるんですけど、まあその中でですね、10ターンまで伸ばしていくってなると、まあ半分ぐらいのキャラクターが、人数変動しないといけないので、まあなかなかちょっと厳しいんじゃないかなと思います。まあ無課金、美課金帯の方であればですね、敵味方の人数の変動が、多いかなと思いますので、使いやすいかなと思います。まあ逆にですね、高ランク帯になってくると、まあそこまで、ポンポンですね、人数が変わるようなシーンもないのかなと思いますので、まあ少し火力は伸ばしにくくはなっていくかなと思います。で、自身が撃破された時ですね、4回まで復活可能と。まあ、4回復活ですね。まあ、今、最大復活回数4回までのキャラクター何人かいると思うんですけど、まあ、このキャラクターも4回と。で、復活後 45% の HP を回復。で、自身が2ターンの間、混脱にまた入ることができると。で、4ターンの間、眼界生後状態になる。混脱のターンは、効果は一緒ですね。で、眼界で、防御力が 150% 上がって、HP 最大回復率が 5% 増加。で、自身の HP がですね、50% より低いと、命中された時受けるダメージが自身の HP 上限の 25% を超えないと。まあ、一応 50% を切った 45% で復活しているんで、まあ、あまりにも大きなダメージを受けてしまっても、45% から 20% の HP になって、まあ、その次の攻撃でやられてしまうという風な流れになるのかなと思います。ダメージカット自体はないので、まあ、割と、どんな攻撃を受けてもですね、まあ、HP 上限の 25% というところに引っかかるんじゃないかなと思いますね。ここはちょっと残念なポイントかなと思います。で、そして、相手に 600% の物理ダメージと、自身筋力値の20倍のダメージが加算されると。まあ、この、まあ、反射みたいな攻撃をしていくことができるんですけど、死亡時反撃ですね。まあ、ここちょっとパーセント攻撃なんで、まあ、混脱との相性はいいっちゃいいんですけど、まあ、攻撃力ダメージが良かったなとは思いますね。今からでも変えてほしいなっていう感じです。で、攻撃前 100% の確率で4ターンになった敵を流血罪悪にすると。まあ、一応このキャラクター状態性無視ついているので、比較的敵を流血にしやすいんじゃないかなと思います。で、自身の筋力値が敵より高い場合ダメージが倍になる。とあるんですけど、このキャラクター自身の筋力値そこまで高いものではないので、まあ、武将との戦いでは、まあ、筋力値を巻きちゃうんじゃないかなと思います。強みとしては、出陣時4ターンですね、混脱に入ることで攻撃力が 2.2 倍になります。で、敵味方の人数が変わると攻撃力が 30% ずつ上昇していくと。で、まあ、復活としては4回復活ありまして、復活後は、まあ、ちょっとターン数少ないんですけど、2ターンの混雑と4ターンの眼界によって火力と耐久性を確保できると。で、復活時にですね、高火力の反撃をすることが可能で、さらに流血も付与することができます。弱みとしてはですね、復活後の混雑のターン数っていうのが少なくて、まあ、実質ですね、まあ、4ターンぐらいのところで混雑を使っていくことになるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとターン数としてはそこまで高望みできるものではないですね。復活するたびにリセットされてしまうので、これが致命ダメージ無視だったらターン数維持できていたんですけど、そこがちょっと残念なポイントです。で、ダメージカットもないので、眼界の、まあ、ダメージ上限で攻撃を耐えることしかできないっていうところが非常に残念です。まあ、本田忠勝と組み合わせると援護に毎回入ることができるようになるんですけど、そうするとですね、今度は HP50% のラインを超えて復活してしまうので、まあ、あまりにも一撃でやられてしまうような攻撃が来た場合、眼界のですね、ダメージ条件にも引っかからなくなってしまってやられてしまうということもあるので、結構ちょっとここ難しいポイントになってくるんじゃないかなとは思います。まあ、それでも本田忠勝つけた方が、耐久面伸びるとは思うので、さすがに、まあ、つけてもらった方がいいとは思うんですけど、まあ、ちょっとこの眼界がですね、癖が強いかなって感じですね。まあ、あと筋力値が低いので、筋力勝負がちょっと難しいのかなと思います。それではですね、スキルの性能に移っていきます。残り HP パーセンテージが最も高い敵を4回攻撃、毎回 600% の物理ダメージと、最大攻撃力の 40% ダメージと筋力値の8倍のダメージが入ると。いや、こりゃ強いですね、さすがに。3つのハイブリッド、トライブリッドですかね、攻撃っていうのは非常に強いと思います。で、そして、最大攻撃力が最も高い敵を5回追加攻撃する。まあ、ここの追加攻撃がですね、最大攻撃力が最も高い敵を狙っていくので、まあ、今で言うとリシか帰国子に飛ぶことが多いんじゃないかなと思います。で、そして最大攻撃力が最も高い敵を5回追加攻撃して、さらに致命ダメージを与えるたびに追加攻撃回数が1回増加。で、最大3回増加可能と。まあ、なので、このキャラクター4回、5回、3回と合計ですね、12回攻撃することができるキャラクターになっています。まあ、追加攻撃の部分は相手にもよるんですけど、まあ、今の環境だとですね、まあ、リシとか帰国子に攻撃する可能性が高いのかなと思うので、まあ、3回追加攻撃っていうのは比較的しやすいんじゃないかなと思います。で、毎回追加攻撃前、100% の確率で2ターンの間敵を撃砕罪悪にすると。で、物理と砲術防御 80% 減少して、会心攻撃された時ダメージが 25% 増加。まあ、ちょっとここ、追加攻撃のところに、乗ってくるんで、まあ、最初のですね、4回攻撃のところには撃砕ないんで、そこは残念なんですけど、まあ、撃砕にするだけで火力一気に爆上がりするかなと思います。で、攻撃時会心率が 40% 増加、すべての攻撃を4ターンの間自身が援護正誤状態になり、受けるダメージが 60% 減少で、ダメージ反射が 100% 増加、命中された時 40% の確率で1ターンの間敵を流血罪悪にするというふうなものになっています。まあ、このスキル1で援護正誤になるのは微妙ですね、はっきり言って。はい。あ、そこを弱みに書くの忘れていましたね。まあ、弱みとしてはですね、まあ、その部分かなというふうには思っています。で、ダメージとしてはですね、まあ、一番低いと 5400%、最大攻撃力の 360%、筋力値の72倍のダメージなんですけど、まあ、混雑ですね。10ターンで攻撃力4倍になって、かつ、まあ、一応クリティカルも出していきやすいスキル1になっているので、それと、まあ、撃砕とかももろもろ合わせるとですね、5400% と最大攻撃力の 3360% と筋力値の168倍というかなりおかしな火力になっちゃうんで、非常にですね、強力なスキル1であることがわかるのかなと思います。まあ、混雑はですね、筋力値を上げるものではないので、まあ、筋力値のダメージっていうのはそこまで出るものではないんですけど、やっぱ最大攻撃力のところですね、の伸びっていうのは非常に、まあ、目を見張るものがあるのかなと思いますね。強みとしてはもう最大の火力ですね。っていうのは、まあ、やばすぎる。まあ、中華の火力でもかなり高いかなとは思います。で、追加攻撃のみであるんですけど、撃砕で火力も伸ばしていくことができるので、非常に強力です。実質火力は非常に高いと思います。で、まあ、火力も高いので、まあ、敵にもよるんですけど、まあ、12回攻撃自体は比較的容易にできるんじゃないかなというふうには思っています。まあ、弱みとしてはですね、まあ、撃砕が少し遅いっていうところと、まあ、援護制御もですね、このスキルで入るんじゃなくて、パッシブさのところで入ってくれればですね、かなり評価も、耐久面の評価っていうのも上がってたんですけど、まあ、ちょっとそこが残念ですね。眼界をこっちにつけてほしかったなとは思います。まあ、それぐらいですかね。まあ、あと回復がないので、そこは注意が必要かなと思いますね。反射とかでやられやすいと思います。それでは、スキル2見ていこうと思います。スキル2を見ようとしたらですね、どうやらですね、こちらの資料ですね、更新されていなかったみたいなので、更新しました。スキル1の弱みとしてはですね、まあ、援護は微妙というところと、まあ、やっぱり復活すると消えてしまうので、まあ、あまり意味がないというところが特に、気になったかなと思います。それではですね、スキル2の性能を見ていこうと思います。スキル2はですね、残り HP パーセンテージが最も低い敵を6回攻撃。で、800% の物理ダメージと、最大攻撃力の 70% のダメージと、筋力値の8倍のダメージ。こちらもトライブリッド公式になっています。そして、最大攻撃力が最も高い敵をさらに3回追加攻撃するので、確定で9回攻撃ですね、になっています。で、毎回追加攻撃前、敵の HP が 50% より高い場合は攻撃を 100% の確率で一旦の間敵をめまい罪悪にする。で、回避値を 30% 減少。で、敵の残り HP が 50% より低い場合は攻撃を 100% の確率で敵を流血罪悪と遠征罪悪にして、命中された時ですね、相手がそのダメージ 20% の HP を回復。まあ、こちらがですね、要するに、相手に遠征をつけて、こちらから攻撃していった時に、こちらがダメージの 20% の HP を回復するっていう風なものになります。すべての攻撃を4ターンの間、味方6名を下投げ制御にするという風なものになっています。ダメージとしては 7200% と最大攻撃力の 630% と筋力値の72倍からですね、まあ、このキャラクター、このスキル2自身はダメージ倍とかクリティカルはないので、まあ、単純に混雑がですね、10ターンの時は 28800% と最大攻撃力の 2520% と筋力値の72倍となるかなと思います。強みとしてはですね、非常に高火力な防御無視攻撃をすることが、まあ、特に攻撃力の部分ですね、可能かと思います。で、一応ですね、まあ、ばらまけるものではないんですけど、まあ、めまい、流血、遠征などの罪悪状態を、まあ、一面には付与可能なのかなと思います。まあ、弱みとしてはですね、まあ、ちょっと火力以外の性能っていうのは物足りないのかなとは思いますね。まあ、火力に振り切ってるんで、まあ、それはそれでいいのかなと思います。じゃあ、パッシブ見ていきます。攻撃力 58%、防御貫通線、HP58%、筋力値の2倍敏捷ダメージをカット。で、まあ、パッシブ3はパッシブ3で、体力値レベル ×300、状態上耐性無視 65%、筋力値の3倍分攻撃力ダメージをカット。で、武器が、MR 武器が筋力レベル ×280、攻撃力 21%、物理防御貫通線100。で、UR 戦武器が筋力レベル ×260、攻撃力 19%、物理防御貫通線と。まあ、ちょっと強みはですね、正直パッシブ3ぐらいしかないです。それ以外正直弱いかなと思います。弱みとしてはもう正直物足りないと言わざるを得ないですね。貫通固定値ですし、どちらも。まあ、筋力も武器にあったりですね、防御力のパッシブとかもないですし、まあ、状態上耐性無視もスキルにつけてほしいんで、ここにあってもちょっとって感じですね、正直言って。まあちょっとその辺が気になりました。最後にまとめですけど、戦役ボスでも非常に使えるですね、キャラかなと思います。火力ぶっ飛んでるんで、まあ、自己強化可能な高火力アタッカー、自己強化可能というところが結構重要かなとは思います。まあ、ただし、命中ですね、パッシブとかはないので、そこは注意が必要です。武将ではあるんですけど、命中パッシブはないので注意が必要かなと思います。闘技場ではめちゃめちゃ使えるキャラクターですね。超高火力アタッカーで、ある程度リシにも対応できる非常に強力なキャラかなと思いました。城に関してはですね、回復がないので、まあ、ちょっと反射には弱いのが注意が必要かなと思います。まあ、強みとしてはスキルがどちらも超高火力。でもクリティカルにも頼ってる方ではないので、リシにも通用可能かと思います。で、復活回数も多いので、まあ、自身がリシの対策としても有用な存在かと思います。弱みとしては生後解除、このキャラクターは持っていないので、まあ、そこは厳しいです。まあ、その上から殴っていく効果力は持っているとは思います。で、まあ、耐久面ですね、ここはちょっと脆いかなと正直思いますので、まあ何かしらの対策は、まあ育てるぐらいしかないんですけど、まあ必要かとは思います。まあ、ダメージカットがないので、まあ、ちょっとその対策っていうのも本田叩かずつけるぐらいしかないっていうのが難しいところだと思います。まあ、まとめとしては非常にですね、高火力なキャラクターで、強力かと思います。特にムビカキン体だとですね、火力が上がりやすいので使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、ただちょっと私が今気にしているのは、今磁界反響がないんですよね。なので磁界反響で使えると、うわ、強って感じのキャラクターだったんですけど、それがないので、まあ、ちょっと来月の次回半球に備えてスルーし、まあ、今月はもう一切取らないぐらいでもいいんじゃないかなと私は正直思ってはいます。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。